こんにちは、石川カレンです。プロデューサーの南です。今日はね、はい、カレンちゃんがずっと舞台裏でいろいろこうねリポートをしてくれてたところで、アートビューティーコレクションの本番、実際の客席側からは見てないじゃないですか、全然。そうですね、見れてないです、ね、なので、それをせっかくなんでちゃんと見てもらって。え、いいんですか？もうずっと見たかったんですよ、裏から音だけ聞いてて。そうだよね、そうだよね。気持ち良いしか見えてない、なので、ちょっとこう、裏でこう作ってたものを見せてたらどうなってるのかっていうのを含めて見ながらトークしていきたいなというふうに思います。やったー、やりましょう、はい、じゃあ、早速見てみましょうかね。はい、はい、今回のショーって、3部構成になってるんですよ。約1時間のショーなんだけど、まあ、ロックテイストのものと、ハウスのテイストのものと、あと、まあ、ドラマチックっていうテーマがあって、この3つで構成されてるショーなんですよ。で、まあ、今日は、まずロックの部分のところ、まあ、オープニングから始まってロックの部分のところを見ながらちょっと話をしたいなというふうに思います。はい、はい、ロックって言われてあんまり想像がつかないんですよ。なるほど、ね、ハードめな感じってこと。そうやっぱり音楽と、それからファッションとヘアメイクって、なんとなくこうシーンで考えていくとね、やっぱり大事にこう連動してるんですよ、だからやっぱりそのどういうイメージでやっていこうっていう時に、非常にそのなんていうかな、まあ、音楽シーンとか、ファッションシーンみたいなのがヘアメイクにすごい影響してくる、そんなんで、まあ、今回ロックっていうことで、まずロックはちょっとこうハードめな、で今回テーマはビヨンドっていうテーマなんで、まあ乗り越える、まあいろんなね、あのビヨンドって直訳すると乗り越えるみたいな意味なんだけど、例えば今のそのねコロナの話もそうだけど、ね、まあいろんなそのことを乗り越えて、まあ次の未来に行こうよみたいなのが今回の大きなテーマなんですよ。で、そのテーマっていうのは、まあ、学生たちが、まあみんなで決めてるんだけど、まあもちろん僕プロデューサーで、その打ち合わせとかね、学生がリーダーを決めて、でリーダーはみんな集まって、今回どういうようなテーマでやりたいっていう話を、まあ、いろんな話聞くわけですね。そんな中でアドバイスをしながら、じゃあタイトルっていうか、大きなテーマっていうのは何にしようっていう話になって、まあ、いろんなその言葉が出てきたよね。その中で、まあ、みんなで今回はこれでいこうっていうのが決まったのはそのビヨンドなんだよ。やっぱりなんかそのとにかくこういう苦境を乗り越えて、みんなに夢を与えたいみたいな、そんな感じでこう始まってったんでね。あ、出てきましたね。あ、じゃあイヤホンつけてみようかな。あ、私もつけてすいません。で、カナちゃんでもあれだね、なんか本当にあの声も綺麗だし。本当ですか？しか向いてるね、やっぱり、ね、嬉しいです、やった。僕ほら、ダミ声じゃないですか。そうですか？でもハスキーで素敵ですけど。ありがとうございます、で、ここのシーンで僕が伝えたかったのは、今のそのビヨンドをちょっとイメージして、トークに僕実はもうしてるんですよ、ここで話した内容ってね、あの言ってたと思うけど、その学校に来る意味みたいなことね。そう、どうしてもそのリモートで授業が多い中で、まあ普通に勉強したらリモートできるけど、それをその学校に来て学ぶべきことって、やっぱりその友達やからまあ人との関係だったり、自分のその立ち位置を見つけていきなさいっていうことを僕はずっと学校で言ってるんですね。なので多分最後にも出てくると思うけど、最後のトークでもそんなような話が、ね、できたと思うんだけど、まあそういうのが皆さんに伝わればいいなと思って、まあ、ちょっと真面目な顔してね、でもこれ真面目な顔しすぎだと言われましたいやでも真面目に話していい内容ですよ。そうでしょ、大事ですよ。もうちょっと笑顔で喋れとか言われて、で今日はやってみますって言って、今日は笑顔で、じゃあ注意事項を2日目はちょっと笑顔でやってみようかなと思って、もし出てあの怖い顔してたら笑顔でって言ってください。わかりました、マイク通して言います。もうちょっと笑顔で先生言いましょうみたいな、あのって言って、まあでもなんかこれをね多分見て、まあ見てる人もそうだし、保護者の人もそうだし、関係者もそうだけど、まあなんかこれもこれで感じてもらえたらなと思うシーンだよね。いや本当はこの時、まあこれ裏回しだけどさ、本当は15分前ぐらいに出ようっていう話だったじゃない。そうですね、ところがまあスケジュール的にこう少し押し気味なところがあって、で、まあ、4分か5分ぐらいで終わらせろって言われたじゃない、だから巻かなきゃっていう急ピッチでしたよね。めっちゃ焦ってたね俺。ほぼ台本と違うこと言ってましたね。そうなかったようなもんですね。出てくるそうなのよ、どうしようと思って、でもコメントとかもやらなきゃなと思いながら、
2つくらい読んでもパッと。そうで、これ裏話は僕が蹴るじゃないですか、はい、で、僕が要するに監督席っていうかプロデューサー席に戻って急出しをしなきゃいけないんですよ。だからこそっと、本当だ、忙しい。ね、で、カナちゃんはここから撮影が裏で始まったじゃないですか、はい、で僕は戻って、うん、僕は席について Q 出しをする。で Q をしたらまず照明を落とし、うん、で照明を落としたら本当だ落ちた、ね、照明を落ちたら今度はアタック映像が始まってくるカウントダウンでね。でここ本当に照明と音楽がぴったり綺麗に同時に消えるじゃないですか。めっちゃ快感ですよ ね、 ここ。でこう会場で拍手が起きてた。本当ですか。もうこの2、1、この DJ さんめっちゃかっこよかった。すごい有名な子なの。へ、福岡でも結構頑張ってる子なんだけど、うんうん、もう日本代表になるぐらいのすごい、DJ でね、あやなさんって言うんだけど。私アタック映像とこの照明初めて見ました。やっぱ裏にいたんで。そうだよね、照明めっちゃ凝ってますね、うん、これはロックのテイストのイメージから引っ張ってきてて、みやびさんっていうね、あ、大好きなんですよ、本当、はい、僕も大好きで、うん、いろんなその学生と話をしてた時に、うんうんうん、ビヨンドタイトルだった時に、うん、なんかやっぱお前らの考えてることがロックだねって話を、うん、そこで言って、でなんかイメージできたのが、みやびって知ってるって話になって、うんうんうん、知ってる学生知らない学生いたんだけどね、うん、でも今すごい、人気のね中国製のアーティストなんだけど、うん、めちゃくちゃかっこいいよって、うん、聞いてごらんって言って聞いたら、みんながうわすごいって話になって、うん、こんな感じでなんか伝えようよって言ったとこから始まってった、うん、でそのイメージからこういうアタック映像ができて、やっぱり楽曲と、うん、そのファッションとメイクとって本当につながってるんですね。そう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 、かっこいいよ。え、オープニング映像は学生さんが作る、うん、もちろんこのオープニング映像はもうプロが作ってる、僕から指示してね。照明ももちろんプロが作ってる、そのイメージを学生から引き出して、うん、僕らはそれをこう表現するみたいな。これマジで会場に来て聞いてほしい、ね、マジでやばいです。登場シーン、ね、そうだよね、登場シーンのこの、うん、なんていうんですか、黒い状態で、でこのほら太陽が後ろからパーンと立って、こう立って下の階段からこういいですね、シルエットが。そでその乗り越えるっていうの、はいはい、スタートだから、うん、こうなんかちょっと朝日とか太陽が当たってる感じで出てきてるっていう、うん、いや茜子さん綺麗、かっこいいよね。左の方も学生のモデルさんですか。これはプロの外部モデルさんですね。すごいかっこいいですね、2人とも。もちろんこれがヘアメイクはもう学生がやっていて、うん、で、衣装は学校にあるの衣装だって、うんうんうん、ユリウスさんっていうね、ブランドさんの洋服、いろいろその衣装提供してるのもらったりとかしてるんで、はいはいはい、そこから借りたものと学校にあるものをこう組み合わせて、学生たちがもちろんスタイリングをして、もちろん僕も見てあげてるけど、どういう感じにするっていうのをアドバイスしながらどんどんこういうのができてくる。なるほど。これとかめっちゃかっこいいね。やばいですよね、この子はすごい。俺も見ててちょっと鳥肌立ったね。これ外部のものですか。そう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 、見せ方ないですよね。ガーッと前に出てきてポージングするっていうね。すごい、なるほど、綺麗。そうやっぱそれでちょっと見せ場をきちんと作って、うん、だからこの辺は それこそ学生と話しながら、もっとこういうところで見せようよって話を僕もアドバイスして、うん、で、モデルさんが気持ちよく歩けるように、うんうん、作り込んでるっていうか。すごい、ナナちゃん出てきましたね、ヤシロナナちゃんと。そう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 、あとは学生さん、学生モデルさんですね、はい、なんかこのテーマに合って結構無表情だったり、うん、かっこいい表情されてますけど、うん、なんか輝いて見えますもんね。そうね、すごい自信に満ち溢れた感じで、はい、いや相当練習してるですよね。うん、レイタちゃん出てきたね。あ、本当ですね、うん、すごい。これ全員2年生ですか。そうです、だから施術してるのは全員2年生、2日間やってるんで実は意味があって、はい、ただなんていうかな、目立ちたいからやってるわけでもなくて、うん、学生がたくさん多いんで、必ずうちは美容を勉強してきてる、でヘアメイクを勉強してるから、モデルで出ちゃうと1日だとヘアメイクができないでしょ、実際自分が。そうですね、ステージにモデルで出ちゃうと、うん、なのでモデルで出たりするのはいいんだが、
それよりもヘアメイクをちゃんとステージ上で勉強したことをやってください、はい、でそのするためには2日やらないと全員が表に出れないのよ。そういうことですか。そう、え、すごい。それだから2日やるって言った。あ、なるほど、うん、すごい誤解からされがちなんだけど、うんうん、実はそういう僕にはちゃんとあの意味があって、うん、でだからこれは、2日間開催してるのは必ず1回は表に出てヘアメイクをしなさいと。へえ、だからまあそうなると学生モデルもなってても、うん、翌日にはヘアメイクをする側に出てくるわけよ。しっかり考えられてるんですね。そうそうそう、一応ね、なんか派手派手でなんかあいつ好き勝手に2日間やってるよって思われがちなんだけど実はそういう理由があって、でやっぱりその美容の学校なんで、うん、なんていうかな、洋服とかも、うん、まあ確かにいろんな意見があるんですよ、うん、もっと洋服も興奮したいとかしたいとかってだけど、やっぱり洋服も実はこれモノトーンにしてるといいんだって、うん、でモノトーンにすることによってよりヘアメイクが生きてくるんです。うーん、だってまあシンプルだけど派手じゃない、うん、でまあ 強さがあるじゃない。でその中でやっぱ顔があったり、で髪の毛があったりメイクが出てきたりってなると、うん、やっぱそっち側に目が行きやすくなるんだよ。そうですね、確かに。でトータルですごくバランスが取れちゃいますもんね。そうそうそう、取りやすくなるから、だからやっぱりモノトーンっていうのに関しては実は僕もそこの答えがあって、そこは外れるなっていうしてる。あの洋服を見せるためのショーではない、うん、学生たちがここで見せるものはヘアメイクの技術を見せたい。そうですね、ファッションショーではないですもんね。そうです、そうです、ヘアメイク、はい、例えば、うん、かなちゃんがじゃあこういうショーに出る時とか他の仕事に出る時もどういう衣装を着て、うん、どういうヘアメイクをするって必ずチェックする人がいるんですよ、うんうん、で多分おそらくある程度なると見てると思うんだけど、うん、これももちろんステージ上でやるために、うん、外部のモデルさんやもちろんカラちゃんたちもそうだけど、タレントさんたちが来てるじゃないですか、うん、であのきちんとできてるかっていうことも含めて洋服もそれからあとヘアメイクも、うん、全部先生、まあ、僕もチェックをして僕たちの OK が出ないとこの上ではやってはいけないっていうルールになってます。うーん、たくさん出演者さんいらっしゃいますけど、はいはい、ブルーとかパープルとか多いですね、うんうん、あ、そうそうそう、地元とかに使ってる。そうそうそう、それもね、ロックハウスドラマチックでテーマの使っていい色って決まってるんですよ。だからもちろん俺が決めてんじゃなくて、うんうんうん、学生たちが決めてこれでどうでしょうかって言って、うん、ああそれなら合うんじゃないって言ってこう作ってる。だからあんまり めちゃくちゃならない。なんかパープルはパープルでも濃いパープル、水パープルで、うん、なんかバリエーションバリエーション作ったね。そうそうそう、でもよく見ると学生たちも相当緊張してる。すごい、こんなに緊張が顔に出ないって。いやいや、多分ね相当緊張してると思う。結構ガチガチして歯食いしばっちゃったりとかすると思うんですけど、見てる分に全然感じないです、緊張。終わった後に学生たち聞いたら、うん、めっちゃ手震えましたって言って、あれだけ練習したのにとかって言って。すごい、うん、1ステージ何分くらい時間あるんですか。大体この施術は8分。で終わった人がどんどん出てくるね。ちょうどそろそろ終わるところね。大体みんな同じくらいで終わる。はい、あ、かっこいい、この曲伝えたい伝えたいね、ぜひ来てほしい、ね、もうこれね、やっぱり DJ 上手いね。いや本当ですよ ね、なんか一番盛り上がるとこで。そう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 、あ、かっこいいね。いいですね、首元のアクセサリーのチェーンと、ね、髪の毛のチェーンと、であとこの大事なのはこの間ね。このチェンジのタイミングとかをね、見てる人たちに伝えられないのかね。そうですね。そう、歩き出しのタイミング完璧すぎて、うん、言ってました、ね、かっこいいな、うん、かっこいいよね。やっぱりあの着る人も服の雰囲気や、ね、メイクの雰囲気で自分がそういう雰囲気を持っていくんだろうね、うん、そうですね、衣装シンプルですね、うん、でもちょっとこうキラッとさせてね、うん、まあだからロックでハードになりすぎない、うんうん、ハードロックにならないような感じのこうロックテイストってさね、うんうんうん、そうで、かっこいい。はい、じゃあ一回ここでちょっと止めますね。はい、はい、ということで今回はここまでで。いや、あっという間でしたね。あっという間だね。もう見てて、うん、気づいたら終わってましたいや、見たい人たちも伝わったと思うけど。そうですね、まあ、あのカレンちゃんもね、今日最初オープニングでも言ったけど、はい、
ずっと裏側って見て、裏見たからね、やっぱり表の様子もやっぱ見てほしいと思って、うん、やっぱ実際見たらね、いいでしょ。いや、裏で結構あの学生さんたちがこう頑張って動いてらっしゃってるのを見てたので、ね、あ、表ではこんなに、なんか裏では緊張してる様子とか結構見えてたんですけど、うん、表では全くその素振りも見せなくて、そうね、まあよく頑張ってたよね。かっこよかったですね。まあ、ということで、あの次回のあれだね、予告をしなきゃいけないね。はい、うん、そうですね。今回は第1章としてアートビューティーコレクションのオープニングからロック編までお届けしてみました。次回は第2章をお届けしていくんですけど、第2章ではなんとゲストとしてエビのココロちゃんをお迎えしたいと思っています。はい、ココロちゃん、はい、ココロちゃん出てるもんね。ココロちゃん出てましたね。なので、うん、そのステージに出演されてたココロちゃんにステージ上での、うん、ステージ上での様子だったりとか、ね、心境だったりとか、この時どうだったよって裏話とかもまた聞けたらいいなと思うので、次回の配信もお楽しみにお待ちください。はい、ということで、次回の配信まで、さよなら。バイバイ。